アハゴンあずさが糸満市アハゴンにあるアハゴングスクに行ってみた動画です。初めて来ました。今ですね、私はアハゴングスクの前に来ています。アハゴンあずさってね、まあ、うちなーチャンネルを見て、まあ、珍しいなと思った方多いと思うんですよね、この名字を聞いて。で、沖縄の中でもそんなに多いわけではなくて、でもアハゴンっていう地名があるんですよ。糸満市にアハゴンっていう地名があって、私そこに来ています。今で、その糸満市アハゴンにですね、調べてみたらアハゴングスクというグスクがあったんですよ。登ってみたいと思います。早速ね、ちょっと上の方に行けるようになっているので、ちょっと歩いて中の方がどんな感じになっているのかっていうのをね、ちょっと見たいなと思いますので、進んでいきましょう。あー、すごいな。この先を進んでいくんですよ。いや、そうそう。ここからはですね、音声があまり良くなかったのでナレーションでいきたいと思います。バッタにビビってる私です。虫がね、大の苦手なんですよ。そういえば、琉球沖縄ですね、およそ300のグスクがあるって皆さんご存知でしたか？グスクというとね、首里城のああいったこう立派な建物があって、お城があってというね、グスクを想像すると思うんですけど、実は違うんです。グスクのね、範囲っていうのはとっても広くてですね、今回私が登っているのもアハゴングスク、こういったね、緑豊かな場所もアハゴングスクといって、グスクの一つになるんですよね。そもそもグスクというのはですね、まあいろいろ調べていく中で定義が非常に曖昧です。で、いろいろ調べていく中で分かったんですけれども、一般的に言われているのは、グスクの具というのは石、スクというのは聖域と言われております。こういった緑豊かな場所も立派な聖域ですので、グスクの一つになるわけですよね。まだ行ったことがないグスクも私自身あるので、ちょっとこれからうちのチャンネルでね、グスクをいろいろ巡っていきたいなと思ってるんですよね。いや、そうそう。貯水タンクを発見。アハゴングスクはね、ちょっといつ頃できたかというのはちょっと調べてわからなかったんですけれども、貯水タンクがこうやって作られたことによって、石垣とかそういったのも少しなくなってしまったというふうにね、資料で書かれていたんです。貯水タンクの近くにあるのがおそらく1の角、まあ、四角ではないかなと思います。ただこれはね、あくまで推測ですので、はっきりしたことは言えないんですけれども、まあ、メインだったんじゃないかと考えられますね。よいしょっと。ちょっと石がところどころあるんですよね。おそらくこれがグスクの石垣の残りというか名残じゃないかなってちょっと今意味思いました。首里城とかみたいにしっかりと石垣がね、こう積み上がっていてという場所ではないので、何とも言えないんではあるんですけれども、ちょっとはっきりとしたことは言えないんですが、もしかしたらこれちょっとグスクの名残じゃないかなってちょっと思ったんですよね。よいしょっと。この奥ね、行くのがちょっと危険そうというか大変そうなので、ちょっと行けるとこまで行ってみようか。とりあえず行けるとこまで行ってみよう。やっぱり行かない。いや、そうそう。超アハゴンという方が作ったのではないかと言われてます。でもこれちょっと確証かどうかはちょっと私自身もね、まだちょっと調べきれてない部分があるんですけれども、このね、いろいろ調べてみると、超アハゴンがどのように活躍したかというのが分かりました。歴史書によりますと、超アハゴンですね、1500年に起きた小焼赤八の乱に参戦してるんですよね。で、この1500年代というのは、ちょうど第二小潮と第三代国王小新王の時代です。つまり、一番琉球が栄えていた時代なんですね。で、この小焼赤八の乱、何かと言いますと、首里大府軍、そして宮古島の中船トゥイミアがタッグを組んで、八重山の小焼赤八を討伐するんですね。で、その討伐する際に、超アハゴンが首里大府軍側について、自分自身も武将として戦いに行くんですよね。小焼赤八の乱でね、見事勝利をして、成功を収めたということが書かれていました。ということを考えると、超アハゴンは1500年代の人物なんじゃないかと考えられます。どんな人だったんだろうね、気になります。グスクでアハゴンっていうね、自分とこう同じ名字の名前がついたグスクがあったんだっていうのを初めて知ったので、びっくりしました。はい、じゃあ降りましょうかね。早速ここまで降りていきます。ちなみにアハゴンはですね、シマクトゥバでアハグンと言います。これはですね、シマクトゥバの母音が関係しています。日本語のあいうえお、これをシマクトゥバに直すとあいういうになります。おの段がうになって、えの段がいになるわけですね。なのでアハゴンがアハグンになるわけです。ちなみにね、昔はアハゴンっていう名字ね、本当に嫌いだったんですよ。
もう本当に大嫌いで、早く結婚してもうこの名字から解放されたいとすら思ってました。だけどやっぱりこうやって自分自身が沖縄観光 YouTuber というね仕事をして、アハゴンあずさですって名乗るとやっぱり一発で覚えてもらえますし、最近ねよく芸名ですかって聞かれることもあるんですけれど、本名です。芸名っぽく見えるぐらいこのアハゴンあずさという名前いいねってすごくね多くの方から言っていただけて、なんかこの名字に対して自分自身も誇りを持てるようになってきました。まあ、それもやっぱ自分自身が勉強してだんだんね好きになっていったからじゃないかなって思いますね。いやー、やっと帰ってこられた、ちょっと安心しています。デイジ笑顔です。いいよ、そうそう。今回はアハゴンあずさがアハゴンにあるアハゴングスクにね行ってみたという動画にしました。いやー、楽しかった。ネットで調べてもあんまり出てこないし、かといってこう文献を読んでるだけじゃねわからない部分ってたくさんあるので行ってよかったなと思います。ただもう映ってる通りなんですけど、もう草むらだらけです。だからハブとかにも、ね、注意してください。でもしこの動画見てアハゴングスク行ってみたいなと思った方はですね、必ず長袖長ズボンスニーカーで行ってくださいね。よろしくお願いします。長ズボンと、ね、スニーカーで行ったんだけど、こんな感じでもうたくさん草とかがくっつき虫かな、これついちゃったんですよ。くっつき虫じゃないか、草がたくさんつきました。それでは今日の動画は以上になります。もしこの動画よろしければグッドボタン、チャンネル登録、通知音、ゆたさるぐくうにげえさびら。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平デービタン、またやったー。